どうも皆さんこんにちは、吉田真です。はい、今回はちょっとタントホレのね、完全攻略というか、まあ、そういう系のやつをちょっとやってみようかなというやつですね。で、前回の動画、まあ、何にも絶対タントホレについて分かってない状態で10周したみたいな動画を上げたんですけど、まあ、その時になんか僕はこの動画を参考にしちゃいけませんよと言ったんですが、なんか僕は吉田真さんの動画を参考にしたいんですとか、吉田真さん以外の動画を見る気にはなれませんとか、謎の吉田真信者が現れて、あ、これいかんなとこれいかんなと思って、最新版を上げようといった次第でござる。すごいな、みんななんか手の振り方が合ってるわ。はい、まあ、とりあえず行きましょうか。レッツゴー。で、だいぶちょっとタントホレの知識が頭にインプットされてきたんで、そのご紹介というんですか、まあ、これは参考にしても大丈夫だと思う。逆にちょっとやばかったらコメント欄で教えてください。はい、まず秘境から始まります。そしたら一番後ろのこの青い鉱石を掘れるだけ掘りましょう。秘境探索術は絶対つけていきましょうね。まあ、それは秘境68ルートっていう、まあ、このパターンなんですけど、まあ、多分これが多分主流なんで間違いなく、だからこのパターンで行きたいっていうか、その野良の募集文がその引き下ろかしパターンとか書いてあったらもう間違いなくこれなんで、引き探索術、引き探索術を絶対つけていきましょう。で、ここが結構ランダムなんですね。その鉱石の配置が4つポイントがあって、で、まあ4つのうち2つは必ず配置されてるみたいな感じですね。で、向こうにある場合があるんですよ。ちょうどこの NUMA-T さんのこのまっすぐあたり、この角度、あ、向かってますね今ペロンさんが。ペロンさんが向かってる方向、僕はちょっとないんで見えないんですけど、あそこにあるんですよ、見える人はね。だからこれが霊感があるかないかの違いで、ここにもあるんで、まあその中の4つのうち2つどこかにあるんで、まあそこを掘りましょうというやつですね。はい、ここで、まあこのようにNAMAT さんが入ってくれたので煙玉使ったんですが、これ一番最初に入った人が絶対煙玉使わないと他の人がガブラスに見つかってしまうので絶対つけましょう。で、使っても自分はバレちゃうんですね。だからここに1回もう1回戻ってエリア移動して、で、また入ってくると、そうすれば煙玉の効果は持続されていて、さらには自分が気づかれないので、はい、そういうことです。ズバリはそういうことです。でこの状態でもう粘石炭が10個だったら、あ、10個ですね、戻り玉で戻っちゃいましょう。こっち行っても、まあ、この赤の古びた守りが出ないやつしかないので、スピードをね、効率重視の方はぜひっていうかね、こう戻って、まあ、入れると。で、基本なんでしょうかね、一番最初にこう戻り玉で戻ってきた人が、まあ、この赤のねボックスに猫タクチケットを入れるっていう役割をやった方が効率はいいです。はい、といった感じで、とりあえずまあ終わりましたね。お疲れ様でした。まあ、この動画参考にしてもらっても大丈夫だと思います。一応必須科目は言っといたんで。で、あとその秘境から6番だっけ8番だっけ6番か秘境から6番に落ちてくるじゃないですか。で、そこは前回閃光玉を使ったりしてたんですけど、僕でもそれはなんか使わなくていいみたいなんで、そのままもう直行で掘りに行きましょう。さあ、問題はここで神山が出るかどうかですよ。やっぱこの動画力っていうの、ここ動画力が試されてる。その動画で出しちゃうやつで、基本僕全部売っちゃうん で売ってもお守りとかこの太鼓のあれは出るんで、あ、2個だね、ちょうど2個奥にあるね。まあ、とりあえず青も見ていきましょうか。青じゃないね、王の戸籍か。持ってるやつはないけどいらない。お、特殊回心スロット5、これ特殊回心って超回心だよね多分。え、違う、特殊回心ってあれか、あ、回心劇特殊か。まあ、いや、一応取っとこうか、スロ3だしね。来い。はい、といった感じです。まあ、こんな感じでこの動画はぜひ参考にしていただければと思います。多分大丈夫なんで、もしやべえと思ったら本当にこれちょっと間違ってるよ吉田さんみたいな感じのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは僕の動画しか見ねえよって言ってくださった皆さん、ありがとうございます。はい、ぜひこれは大丈夫だと思うんで、よかったら参考にしてみてください。さようなら。